できる。この度はご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回の企画なんですけども、はい、 B クイックが選ぶかっこいい着こなしファッションショー。はい、来ましたね。ついにバレーボールの練習着があるじゃないですか。はい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 、はい、あのみんな練習着、あの短パンとか、うん、なんか T シャツいろいろ持ってると思うんですけど、うん、で僕らもね、中学時代とか高校時代ってなんかこだわってなかったですか、練習着。めちゃめちゃこだわっとった。こだわっとったよね。このワンポイントがとか色合いがとか、うん、なんかそういうの多分皆さんもあると思うんですよね、うん、で、まあ、僕らが15年6年バレーやってきたんですけど、今思うにね、一番かっこいい練習着のコーディネートはどういうものか、うん、っていうのをちょっとね、2人でファッションショーをして、どっちがかっこいいかの対決をねしていきたいと思います。はい、これはもうね、今までね100通りぐらいのね、多分着こなしを今までしてきたんやけど、うんうん、その中からもう今ある T シャツを選びに選び倒して決めてきました。まあなんかサポーターとか、うん、そういうのも全部含めて、そうそうそう、練習着のファッション、もうそのスタイル、スタイル全部のその見え方、はい、スタイル、そうですね、頭から足先まで全てまあお互いじゃあこの練習着っていうのを1個決めて、うん、それで1人ずつ登場していくと。はい、で皆さんの、コメントでどっちの練習着の方がかっこいいっていう投票をねしてもらって、勝敗をまあその結果を Twitter かインスタ、まあ両方でもいいし、うん、それで発表したいと思います。はい、じゃ あの古田が先行で今から着替えて登場したいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。黒のソックスで足元をスタイリッシュに、長めでゆったりめな短パンにゴールドの差し色でアクセントを効かせたコーディネート。じゃあまず古田の方からポイントの説明をしていきたいと思います。はい、ポイント一つ目がこの靴下。なるほど。うん、ちょっとすね毛がね気になるんやけど、すね毛はまあみんな気にせんでほしいけど、靴下はどういうポイントですか。ね、この靴下が、うん、一応ねこれアシックスの靴下なんや。それなんで書いてんの。あのくるぶしのとこに書いてんのはゲルバーストって書いてんやけど、はい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 、アシックスのまあなんか靴下が今はもうどうなんかな、売っとるんかな分からんけど、うん、これね中学高校ぐらいかな、うん、で見つけて、俺あのね短い靴下が好きなんや。はい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 。そうで、なんで短い靴下が好きかっていうと、うん、足首が細く見えるんよ。あスリムに見えるというか、うん、ちょっとこうスマートな感じの足の仕上がりになるわけ、うん、普通のさバレーの靴下ってくるぶし完全隠れて、はい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 、多分もうちょい上まであるはず、うん、だけどこのゲルバーストはもうベリーショートの靴下やけん、うん、こう足をスマートに見せてくれるし、なおかつそのちょっと薄いけど、まあ普通の靴下よりは全然分厚い、うん、そのバレー用の靴下ってことで、はいはいはい、すごい動きやすさもある。そうやね、うん、でこの靴下の色は黒。黒がこだわり。うん、これね白はねちょっと足が太く見える。ああまあそうやね、そう色的に、うん、そう黒の方が細く見えてこうキュッとこう締まった感じの印象を与えるけん、うん、まあ黒の靴下と、はいうことで、これはポイント一つ目。はい、ちなみにこれ値段の方がね、うん、1300円ぐらい。まあアシックスやけね、うん、そうそうそう、一足1300円ぐらい。一足1300円ぐらいだと思う。はい、はい、そして2個目のポイントなんですけども、はい、この短パン。短パン、はい、これちなみに愛知学院、うん、愛知学院大学の短パンですね。はい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 。あの鎮西の時の同級生の吉里くんに多分もらった短パンなんですけど、うん、この短パンのこだわりがちょっとこうゆとりがある感じ。ああ、大きめのね。そう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 、あの太ももに張り付かんような、はいはい、俺はゆったりしたのが好きやけん、ゆったりめの短パンで、なおかつちょっとバレーの中では長め、はいはいはい、ちょい膝上ぐらいですね。これが2つ目のポイントですね。生地もじゃあこのこだわりがあるところ。あ、生地もね、そう綿とかじゃなくてこうツルツル系の、うん、はいはいはい、あるね。うん、ちょっと生地の名前まで分からんけど、まあこういうツルツル系でちょっと長めのゆったりめの短パン、うん、っていうのがポイントですね。はい、そして、ポイント3つ目、はい、
はい、このゴールドの T シャツと、うん、この短パンのゴールドのラインを合わせる、はい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 、これがもうこの今回のファッションの一番の見どころというか一番のこだわりですね。上級テクってやつやね。上級テクですねこれは。この細いラインに色を合わせるっていうのはもう多分ほとんどの人はできんと思う。確かにね。15、6年バレエやってきたからこそできるコーディネートやなって自分で豪語してますね。はい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 。でこの番号もゴールドで、うん、ここでもうゴールドゴールドでも合わせることでもうかっこよさ倍増なんですよね。確かにめっちゃおしゃれやねそれは。これね下じゃあ黒パンやけん黒でもいいんかっていうと、うん、それだとちょっと弱い印象が弱いかな。 T シャツが黒やったってこと。そう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 、 あの違和感はないんやけど、うん、おしゃれかっていうとちょっと弱い。はいはいはい。おしゃれってなるとやっぱこのゴールドでいった方が印象はやっぱ強いってことでゴールドの T シャツを選びました。上級者テクですねこれはもう完全な。そうですね。そして4つ目、はい、こうね萌え袖ですよ。萌え袖ね。まあ萌え袖っていうことではないんですけど、うん、まあこれもさっきの短パンと同様ゆとりのある T シャツっていうことです、うんうんうん、ちょっとゆったりめ。こうちょっと手首のとこグニャグニャって余ってるじゃないですか、うん、僕この余るぐらいこうゆったりしたやつがやっぱかっこいいかなって。わかる。それはちょっとおしゃれよね。ちょっとなんかストリートスタイルに近い感じの、はい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 、こういうゆったりめの T シャツを着ることでまあなんかラフな感じを演出するとはいいうことですね。ちなみに、はい、半袖よりも長袖派、うん、どうやか別にそこのこだわりはないかな俺は。なるほどね。どっちにしろちょっとゆったりめの方が好きっていう、はい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 、統一してますね。なるほど。そして最後のポイントです。はい、これ僕が履いたパンツなんですけど、はい、これはどこで買ったんですか。これはどこやろ。これは多分お母さんが買ってきました。勝手にルコックね。ちょっとメーカーも読んだことなかったよ。ルコックスポーツフィットだけ。スポーツ用のパンツってことか。いや、スポーツじゃない。スポーフィット。スポフィット。え、スポティフ。スポティフ。なんかよくわからんメーカーなんやけど、これはそのパンツのメーカーがとかいう話じゃなくて生地の問題、うん、これはねちょっとわかりにくいんやけどツルツルのボクサーパンツみたいな。なるほど。スパッツじゃなくてってことね。あ、そう、スパッツとボクサーパンツの間みたいなパンツなの。はい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 、はい、これがだけねめちゃくちゃこうスパッツやと股間が締まりすぎてさ結構窮屈いやん。うん、それを緩和した上でボクサーパンツほど緩くないっていう。なるほど。そう、このねパンツがすごい万能で、まあ、そういうパンツ多分探してあるんで、うんうん、探してみてください。はい、以上ね5つかな。ちなみに T シャツは。あ、この T シャツなんですけど B クリックの T シャツなんですね。なるほど、おしゃれですね。はい、 T シャツのこだわりをまあせっかくなんで話すとこの左下にある10番、うん、このさりげないところに番号があるっていうのがすごいおしゃれだなと。はいはいはい。やっぱこの番号は別に主張しなくてここさりげなく伝えるというところで、うん、はい、まあ、このおしゃれな T シャツを着てフルタツの、バレエの本気コーディネートということで、はい、今回、発表させていただきました。はい、どうでしょうか。すごいいいっすね。はい、ありがとうございます。ゴールドっていうのがやっぱチョイスがね、はあ、なかなかないけんいいよね。はあ、はあ、その愛学のこのラインのちょっとしたゴールドにT シャツをゴールドで合わせるっていう、うんうんうん、かなり珍しいスタイリングスタイル、はいはい、ファッションなんじゃないかなって思いますね。ありがとうございます。はい、長めのソックスにアシックスのサポーターを小物として取り入れ、短めの青短パンに白 T を合わせることでシンプルにまとめたコーディネート。はい、じゃあ僕はこのスタイルで今回はしましたね。はい、はい、これは一言で言うと統一感です。なるほど。統一感を結構揃えつつ短パンでちょっと遊ばせるっていうスタイル、ね、この短パンで遊んでるんですね。そうそうそう。なるほど。他は結構シンプル、はいはいはい、統一しつつ、はい、短パンでちょっとねおしゃれを出していくっていうスタイリングにしましたね。はいはいはい、はい、でポイント一つずつ説明していきます。はい、で、じゃあ足元からね、はい、説明していきますね。まず靴下ですね。はいはいはい。靴下は白をチョイスしましたね、あえて。なるほど。うん、まずね黒も履いたりするんですけど、はい、白はこのシューズがね
この白っぽいシューズなんで、はい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 、黒をねずっと履き続けると中がまず汚れちゃうっていうのがあるんで優しい白、あシューズに優しい靴下を履くと、なるほど、そうすると綺麗に保てるし、そう、まあ、今回はこれね古立のあのシューズを借りてやってないけど、うん、まあ、基本的に白系のねシューズを履くときは白系の靴下を統一して履いてる感じかな。あ、なるほど。で、あえてねみんなベリーショートとか、うんうん、まあ、ミドルを選ぶんですけど、これはねロングの靴下ですね。はいはいはい、はい、確かにちょっと長いですね、うん、これもっと引っ張ればめちゃめちゃ長くなるんですけど、はい、ちょっとこう押さえて長めの靴下みたいなのがポイントです。これくるぶし上何センチぐらいまで上がってるんですかね、これ今の状態、はいはい、今の状態だとくるぶしからまあ大体10センチぐらい、はいはいはい、そうすることによってシューズと靴下のバランスがいい感じになっておしゃれに見える。これはね、うん、僕がやるより身長がでかい人がやればやるほどおしゃれに見えますね。あー、なるほど、うん、まあでもこのスタイル僕すごい好きなんでこのスタイルをね最近やってますね。はい、はい、じゃあ2つ目のポイントいきます。2つ目のポイントはこのサポーターです。なるほど、はい、まあね、サポーターはやっぱね王道なんですよ、バレーする中で、はいはい、まあサポーターしてバレーするのはちょっとあんまり好きじゃないんやけど、うん、おしゃれを追求したらこのサポーターが選ばれるかなって感じですね。まあ、その機能性もあるけどおしゃれとして取り入れると、そう、で、あえてのアシックス、はいはいはい、これはシューズもアシックスやし短パンもアシックスやし、うん、ってことで、まあ、統一感を出すって意味でアシックスをチョイスしてますね。なるほど。で、そのアシックスの中でも最近のアシックスやと文字だけのこのチョロン、はいはい、チョロンっていう文字だけなんやけど、あえて古いアシックスの型番を使うっていう感じですね。この文字入りのアシックスですね。そう、そして、はい、このサポーターのこの上の部分、はい、上と下の部分、はい、足にこのすごい膝にフィットさせるためにこの上と下にある5センチぐらいの余韻ね。そう、このサポーターがマジでいい。普通のサポーターよりちょっとお値段高いんやけど、うん、このサポーターにするとマジで安定するし動きやすい。そうで、このちょっとあるのがおしゃれなんですね。はい、これはね何円ぐらいかな、1500円から2000円ぐらいかな片方。結構高いね片方で。それ、うん、確かそれぐらいだったと思います。はい、はい、3つ目のポイントはこのチラ見せのスパッツですね。こだわってますねこれはすごいこだわりあるんですよね、はい、そうだけどこのちょっとしたスパッツを見せつけるためにあえて僕は古田と違って短い短パンを履きますね。ああなるほど、うん、で長い短パンよりこの布系の短い短パンを履くのが僕は好きですね。あ、そうなんや、うん、そうすることによって基本的にね黒のスパッツを履くんですけど、はい、今これメーカー見えてないんやけどちょっと動いたりした時にあこのメーカー履いてるぞっていうのがちょっとね見てる人に分かるんでこのシャレオツなちょい見せ、はい、ちょい見せおしゃれみたいのを僕はこれで演出してます。小田子昔このアディダスのスパッツを履いてちょい見せさせよったもんねあれはガチ見せさせよった小学生の時はちなみにこれぐらいの出し具合やったら試合では注意されないんですか。これぐらいやったら一回もされたことないね。あ、そうなの、ね、うん、動きよったりしたらこうスパッツやけキュッてなっていくけ、まあ見えんくなったりするけど動きよったら見えるっていうチラ見せおしゃれ。なるほど、はい、本当はねもっと見せたいんやけど見せすぎるとね審判の人からね今まで100回ぐらい怒られてきたんで、はい、このちょい見せスタイルが一番おしゃれっていうことを気づきましたね。なるほど、はい、でこのスパッツはねアシックスかな、うんうんうん、でこれは大学生の時に監督がなんか誕生日プレゼントでくれましたね。へー、これ結構いいスパッツで4000円ぐらいするんやけどマジでこれおすすめ。アシックスのスパッツ、これ試合の時用に絶対履くスパッツで愛用してましたね。なるほど。4つ目のポイントはこのネックレス。はいはいはい、このネックレスもすごいシンプルで統一感のあるちょっと邪魔じゃない感じ、うんうん、ちょろっと見えるおしゃれをね演出してますね。これはどこのネックレスなんですか。これはね多分ファイテンじゃないかな。いや分からん分からん。これもね一個上の日大のキャプテンだった広瀬さんがキャプテンだった時につけてて、うん、その後なんか引き継ぐためにもらったちょっと思い入れのあるネックレスですね。小田子は引き継がんかった。これはもう僕のものにしましたねこれはもう今でもね最近つけてるんですけどはいはい、はい、このちょい見せおしゃれ。ちなみに効果は全くありませんねないやない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 
これは本当にワンポイントのおしゃれ。なるほど。なんかガチってやっとるのはあんまり好きじゃないんで、はいはい、この申し訳なさにあるこのちょっとしたネックレス、この謙虚なネックレスね。そう、謙虚なネックレス、このワイヤーだけっていうね、うんうん、ワイヤーに留めるとこだけっていう、うん、これがちょい店のスタイルです、はい、で、はい、ポイント5つ目、はい、これね、ちょっと古立つと被るんですけど、白の T シャツをチョイスして、うん、この横の線、うん、ピンクの間に白があるじゃないですか、はいはいはい、ここをちょっとね、合わせましたね。ああ、来ましたね。やってますね、やっぱり。これね、やっぱね、ずっとバレーやってるとね、おしゃれに見えてくるんだよ、これが。これなんか青 T だとちょっと主張が強すぎるってことですよね。強い強い。逆に小田校の場合は、うん、まあ別に変ではないやろうけど、うん、おしゃれ度で言ったらこっちの方が高いかなと思って。なるほど。そう、白に中の白を合わせるっていうね、ちょっとした、はいはいはい、これもちょっとした遊びがあるおしゃれになってます。一応これでその僕の全体のファッションは以上なんですけど、最初からね、うん、タンクトップを着るとこいつ気合入ってんなってなるんよ、はいはい、なんじゃこいつと、うん、だけど最初アップの時は、はい、はい、これを着ます。あ、長袖の、うん、これでちょっとアップして、ここはあえて白じゃないで青々で揃えましたね。長袖だとなんかアップしてるとき気持ちいいし、うんうん、こうやってこれもね統一感あるんでおしゃれなんですよ。そう、本当はね、タンクトップのデサントなんですけど、うんうん、あれもアシックスが良かったんですけど、ちょっとアシックスがなかったんで、できればあそこはねアシックスで合わせるとおしゃれ度が10プラスされる。だからアップの時はあえてちょっと長袖から入るっていう、うん、このスタイルで、ちょっと寒くなったり審判する時になったら羽織ったりできるし、羽織る、羽織る、ちょっと着る、着るってこともできるんで、これをプラスアイテムとして持っとったらすごい使い勝手いいしおしゃれ。なるほど。なります。はい、はい、僕の紹介はこんな感じですかね。はい、はい、どうでしたかね、はい、今回ね、本当に2人の今思うかっこいいバレエの着こなしをガチで説明しました。はい、まあ、これね、コメント欄でね、古田の方がいい、小田校の方がいいっていうのをね、コメントしてほしいと思います。はい、それで対決したいと思います。で、この今回のね、コーディネート一応一個ずつ紹介したんですけど、うん、あと99通りあるけんありすぎや。あと今までの経験上だと99通りあるんで、うんうん、これが好評やったら、うん、今回はね、めちゃめちゃ真面目に紹介したんやけど、ちょっと違った紹介の仕方とかもまたやりたいよね。今回はちょっともう本当に1個ってなった時のガチコーディネートやけん、うん、好評でまた2回目やってほしいってなったら、ちょっとアクセント効かしたっていうか、うん、変化球みたいなね、そう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 、これ着るかみたいなファッションを紹介するっていうねこともしていくかもしれませんね。はい、ということで、じゃあコメントの方をね、たくさんお待ちしてますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今回の動画はこれで終了します。はい、せーの、 BQ